さあその信州のスターティングファイブです。まずはミスターオールマイティーのエリエット・ドンディ、そして昨日がプロ初先発エナジー豆タンク児玉太一、最後は今日注目アジア大会の日本代表細川和樹です。ゲーム1と同じ5人です。ラジンスキのキックを使うか、左に送ってそして中へ侵入してきました。サービラメだ、いきなりのエンドワン。佐々木流星はピックアンドロールの形から、佐々木流星のスリーポイントが決まりました。来ました佐々木流星ですから、そこ開けてしまったというようなシーンがありました。さあアウトナンバーになります。これはイージーワンハンドダンク、デビッド・サイモンのピックを使って、そのサイモンもう一度戻したところ、いいだ、さあアウトナンバーになります。メイテン、そしてダジンスキー、昨日と同じ31点。そしてラベナスピンムーブから、おーよく止まった一度急ブレーキ、体勢立て直して決めてみせました。カバー、そしてダジンスキー、マッツがついている、デビッド・ダジンスキー、うまくスピンムーブから決めてみせました。さあここうまく合わせてきました、ジャスティン・マッツです。ここはミスマッチ、ダニエスギーがついている。ここパスカット、そしてファストブレイク、残り時間2秒1秒でダニエスギーのシュート、ズバズバッと決まっているのは今日の3円のスリーポイント、その精度というところですが、ここはインサイド、ラベナルーズボール、奪ったのは細川、その細川のスリー、来ました今日2本目。この辺りでオフェンスリバウンドが取れるというのが3ゲームの強み。ラジンスキーが打つのかどうか、児玉がついている、あここよく見ていました、やってみて、そしてエンドワンこのダンクです。力という部分で光っているのが3円のフェニックス、そして金丸のスリーポイントシュートは外れますが、このようにして今日はオフェンスリバウンドが取れているんですね。そしてフックシュートが決まりました。この威力を発揮しています。そして山内のパスカット、そして金丸キャッチアンドスリー、これで3円11本目。もう一度今度はトップソン、ここ奪えるか、取りました。そして決まりのダンクです。そしてここで終了のブザー、最後信州の三井、見せるプレーもありましたが。